横山哲也役の国島直樹です。横山哲也役、国島直樹さん、はい、国島直樹です。よろしくお願いします。お願いします。小笠原っていう人にこうついていくじゃない、もうなんか社会を知らなくてもこの世界が全てみたいな感じで、もうその人に従わなければやっていけないっていうか、まあでもそれを自分でも分かってなくて、どこにでもあるような縮図みたいなものをなんか見せれたらいいなみたいな思ってます。監督が、もう本当に自由に声入れるとこは入れていいって言われたので、なんかその時の出てくるワードとかもなんかこう自分の中で何個かピックアップして、なんかそれがうまいことハマれば、そう見せたいのは多分小笠原と瀬野くんのなんかその関係だったり、横山哲也ともう一人匠と その小笠原との関係だったりすると思うので、ここは入れる、ここは入れないみたいな、なんかそのバランスを見ながらなんかこううまく立ち回っていけたらなと思ってます。